するとこの間から起こっているあの旅客機の爆破事件は全てタイタニアンの仕業だとおっしゃるんですか？ええ、私の発明した宇宙ロケットはスイスのローゼンベルグ博士の発明された新しい燃料がなければ動きません。するとその新しい燃料の秘密を持って誰かスイスから？はい、私の秘書です。やつらの裏を書いて船で帰ってくるように指示しました。名前は堀口純子です。一つ皆さん方で彼女を守ってやってほしいんです。女性を守るのはですね、決して悪い仕事ではないんですけども、やっぱりその写真かなんか見せていただかないと。そうそう、美人かどうかじゃ張り切り方も違ってきますからね。え、君たちそれでも国家警備機構の隊員なの？ブレムノ、隊員の前に男です。これが堀口純子君です。年齢で困ってるんですよ。じゃあちょっと失礼。ああ。ゴロ、ゲンちゃん。守ります。やります。命にかけて守ります。ドーン。ちょっと、遅いなぁ。何をもたもたしてるんだ。こんないい男がな、二人も揃って待ってるみたい。まあまあ、待ってる間が花ってこともあるからな。しょうがないわね、二人とも。おう、どこ行くんだ、天子。お化粧直してくるの。へえ、あいつでもお化粧するんだね。冗談は顔だけにしとけよ。まったくあの二人と一緒だと、こっちまでおかしくなってしまうわ。俺の目を見ろ。堀口純子さんですか。僕、僕、桐島五郎です。渋沢博士から頼まれて国家警備機構が。お荷物でもお持ちいたしましょうか。せっかくだけど、わざわざ持ってもらうような荷物、何もないの？それはないでしょ。スイスのローゼンベルグ博士から頼まれて、新燃料の秘密。そうそう、化学構造式かなんかがアタッシュケースにいっぱい。ワーニツ様、私の荷物はこれだっけ。いや、ちょっと堀口さん、それはないでしょ。いや、ちょっと堀口純子さんですね。純子さん、天子、お前はいいんだ、引っ込んでろ。純子さん、新燃料の化学構造式はそんなもの知らないって今この人たちに話してたとこ。純子さん、純子さん、ちょっと待って。変じゃないの人。天子、お前焼いてんのかよ。バカ、新燃料の化学構造式を持っていないなんておかしいと思わない？それなら、あの人がタイタニアンに。わからないわ。でもそれならそれでいいんだよ、一緒にいるうちにわかる。純子さん。変だ、あの女、化学構造式をどこへ隠しやがったんだ。それにしても楽しいドライブですね。いや、あなたみたいな人がその秘書をやってるなんて、渋沢博士も羨ましい。変わったペンダントですね。これ、スイスで買ったの、いいでしょ。そうでしょ、そうでしょ、ね。そのイヤリングもどう見てもスイス製だと思ってたんだ。これは高校時代新宿で買った安物よ。ああ、そうですか。おい、腹減ったからドライブインでもやるか。何にしますか、純子さん。
どうぞ好きなものをおっしゃってください。どうせね、国家警備機構の金ですから。じゃんじゃん、何でもいいわ、お腹が膨れるものなら。あ、そうですか。あ、トイレですか。あ、ご案内しましょう。いやね、山でも見てこいと思ったのよ。あ、山ですか。霧島くん、はい、女は女同士よ。五郎、あいつは天狗に任しとけ。あの人に向かってあいつとはなんだよ。うるせえな、彼女変だと思わねえか。思わない、全然思わない。これはな、天狗の話なんだがな、ひょっとしたら彼女の体にタイタニアンが乗り移ったかもしれないんだ。なんだ、じゃあ純子さんがタイタニアンだっていうのか。ああ、奴らの特徴は人間の体に乗り移って地球人を味方にしてしまうことだからな。ひょっとしたら彼女は。純子さん、あんまり前に出ると危ないわ。景色がいいものでつい。ねえ、本当に新燃料の秘密はどこに。そんなもの知らないって言ってるでしょ。あら、領事だが一つやってみるか。タイタニアン、やっぱりそうだったのか。天狗を誘う。信じられない、全く信じられない。純子さんがタイタニアンだなんて。タイタニアン、この女に。純子さん、待て。この女はタイタニアンだ。源太郎、俺はやっぱり信じられん。しかし俺が追いかけてきたタイタニアンはこの場所で消えたんだ。じゃあ天狗の方かもしれないじゃないか。天狗は国家警備庫の隊員だ。そんなはずはねえよ。俺は信じない。純子さん大丈夫ですか。しっかりしてください。純子さん、純子さん。天狗、しっかりしろよ。ほら、それでも国家警備機構の隊員か、お前は。どうぞ。は、いただきます。いいお味で。どうして源太郎さん来てくださらないのかしら。あ、いいんですよ、いいんですよ。あいつはね、女嫌いで礼儀知らずと来てますからね。あんな奴のことはどうぞ気にしないでください。あ、
浴衣着てもペンダントなさるんですか？これおかしいかしら、やっぱり。いいえ、いいえ、いいえ、あなたのなさってことでしたら、どんなことでもよくお似合いで。おい、あいつやっぱり疑ってるんだ。あの、私がどうかしたんですか？うん、いえいえ、あの、相棒が呼んでおりますので。では、失礼します。お前も一緒に来ればよかったんだよ。いやいやいや、来ない方がよかったな。ぐだぐだ言ってないでな。おい、あの女変なとこなかったかよ。変なとこ？お前偵察に行くって言ってたじゃねえか。あ、そうか、そのことならな、安心しろ。まあ、その浴衣を着てるくせにペンダントをしてたぐらいで、あとはな、そのなんていうかな、この、あなた、なんて。おいおい、気をつけろよ。タイタネンだからな、ペンダントと浴衣を一緒にしてるってこともある。お前ね、そう何でも疑ってたんじゃキリがないんだよ。とにかく明日の朝、渋沢博士が来るまでに正体を見破るんだ。だってさ、天狗のやつ、あのスペクトルグラス忘れたんだろ。どうやって見破るんだよ。え、まさか拷問にかけるわけにもいかないだろ。それを今考えてんじゃないか。あら、こんなところで何してるの？何しようと大きなお世話だ。純子さん、お風呂ですか？ええ、だってせっかく温泉に来たんですもの。お風呂入んなきゃ損しちゃう。あ、そうですね。おい、チャンスだ、チャンスだ。何がチャンスだよ。奴がタイタランドとしたらな、風呂の中で正体を表してるかもしれない。うん、これだ。いいか、行くぞ。やっぱりちょっと失礼だぜ、おい。バカ、相手は宇宙人だよ。あ、そうか、そう思えばいいんだな。そうでなくてもさ、そう思えば気が楽だ。お、あ、じゃあお先に。お、ちょちょちょ、静かに。こら、こんなところで何をしてるんだ。女湯を覗くなんて悪い奴らだ。いや、ちょっと、あの、ゴロ、逃げろ。待って、よせ、かわいそうだよ。何言ってんだよ、博士が来るまでに正体を見破らなきゃならないんだよ。でもさ、お前、嘘をつくなんて、そんな。まあ、任しとけって。人間の女ならな、俺が好きだって言えばな、何らかの反応を示すはずなんだよ。お前そんなにモテると思ってるの？もしな、俺が好きだと言ってもな、知らん顔してるだったら、あいつは絶対にタイタネな。任しとけって。ちょっと言ってくるかな。2枚目だよ、2枚目。とっても大きな鯉、綺麗だわ。銀子さん、魚の鯉より俺の鯉を分かってください。今まで冷たくしてごめんなさい。でも君のこと本当に好きだったから、五郎みたいに調子よくできなかったんだ。あの野郎、二枚目ぶりやがって。純子さん。源太郎さん、好きです。いや、あのちょっと、エッチね。エッチってあなた。バカ。ゴロ、あいつはな、絶対に大胆なんだ。いい加減にしろ、バカ。おい、ゴロ。あ、もう朝か。バカ。奴が大胆なんかどうか見に行くんだよ。こんな夜中になんでだよ。寝てる時にはな、あいつ正体を現してるかもしれないからな。じゃあお前、純子さんの部屋を覗きに行こうってのか。なんだお前、そんな顔して来るな、お前なんかもう。なんだよ、ね、いや、俺も行くよ。それ行くよ、俺。なに、一体どこへ隠したんだろう。
礼だよ、失礼。いいじゃないか、お前。せっかく来たんだから見ようよ、お前。だってちっとも変わってないじゃないか。いや、よせ。行こうよ。いや、やめろ。てめえ、裏切んのかよ、この野郎。よせ、よせよ。行こうって言ったんだ、お前。行けないで。どうなってんの？夜中に女の子の部屋を覗いたりして、それでも国家警備機構の隊員ですか？でけえ。でけえ、口聞くな。お前がスペクトルクラス忘れたからじゃないか。そうだよ、せっかくいい先生だって。皆さんどうかしたの？ いえ別に。おやすみ。変な人たちね。ごめんなさいね。うん、おやすみなさい。くそ、あの女、構造式をどこに隠してるんだ。明日渋沢博士に渡されたらおしまいだ。あ、おはよう、月で。いらっしゃいぞ。いらっしゃいませ。あ、ご苦労さん。あ、どうも。堀口君は無事のようだね。はい、博士、ちょっとお話があるんですが。よせよせ、まだそうかどうかはっきりしたわけじゃないんだから。私の秘書がどうかしたのかね。ああ、彼女の様子が変なんです。タイタニアに体を乗っ取られたんではないかと。なんだ、それは本当かね。第一、新燃料の行動式を持ってる様子がないんです。そんなバカな。本当です。ひょっとしたら博士の命も狙ってるかもしれません。そんなはずはない。とにかく彼女に会わせてください。ちょっと待ってください。今危ないんです。何を言う。彼女に会うのが一番だ。君、堀口君は部屋かね。あの、その方ならちょっと前にもう一人の女の人とお出かけになりましたよ。出かけた。私が来ることを知っていながら。これ来い、天候が危ない。話してよ。あなた一体何者なの？黙ってついてくればいいのよ。ゲント。やっぱり。信じられん。しかしこれが現実だ。天候、頑張れ。天候。おい、おい。
人がいるんだ。源太郎さん、あなた。残念ながら、俺たちは二人で一人前なんでね。早く行け。天狗、大丈夫か？静香君、ごめんなさい。よしよしよし。本当はあっちの方が良かったんだけどな。ああ、それが新燃料の化学構造式か。ちくしょう、そんなところに隠してやがったのか。だって博士以外誰も使用できないんですもの。そりゃないですよ、せめて俺たちにぐらい。でもあなたたちだって私を疑ってたの。うん、ごめんなさい、私がいけなかったの。さあ行こう。え、ありがとう、楽しかったわ。さよなら。よせよせ、あの女、俺たちのことなんか何とも思ってしないよ。いや、だってほら手を振ってるじゃないか。振ってないよ。いや、振ってるよ。振ってないよ。よしなさい、タイタニアはまだ滅びてないのよ。天狗、お前は言うことないだろう。そうだよそうだよ、タイタニアに体を乗っ取られたくせに。だから奴らの怖さがよくわかんのよ。さあ行きましょう。そういえば彼女はやっぱり手を振ってたかな。いやいやいや、彼女はやっぱり手を振ってなかったかもしれないな。いや、俺は振ってたような気がしてきたぞ。いやいや、振ってなかった。いや、振ってた。振ってなかった。いや、振ってた。振ってないんだ。振ってた。振ってないってな。Yeah.